戸駅から歩いてようやくバイク館に来ました。とうとうスーパーデュークが完成したということで乗れる状態になったから、いや緊張するな。じゃあちょっと受け取りに行こうと思います。そうです。変わりました。はい、やべえ、喋るの忘れてた。余裕が なさすぎてやべえな。いや、とうとうスーパーデューカール納車しましたよ。こえー、ま、マニュアル車に乗るのが久々すぎて慣れないな。はあ、やばい、めちゃめちゃ怖いわ。あ、安全にゆっくり帰りますよ今日は。やばいなこれ、マジね、排熱がやばいね。今ふくらはぎがね燃えそうなくらい熱いっていう。緊張しすぎてやばいなマジで。まあでもやっと大型変えたっていうことでね、これで楽しくツーリングも行きますよ。いやー、いやー、やっぱ出だし早えな。これやばいね、あっという間に制限速度いっちゃうね。マジ気をつけて運転しないとやばいね。うわー、水たまり怖っ。いやー、でもねやっぱ姿勢が楽だね。めちゃめちゃ乗りやすいし走りやすい。メーターも意外と見やすくていいね。やっぱ走っててもね感じるこの熱はやばいわ。エンジンが熱すぎるね、排熱やべえ。夜とか涼しくなってきたからいいけどさ、真夏とかだとかなりやばいだろうねこれ。もうやけどするだろうねマジ。 ADV150 と比べたら車体はやっぱなんだろう、座った感じ目線はちょっと高く感じるな。乗りやすさはやっぱこっちの方が乗りやすいのかな。なんかどっちもどっちだな。あちぃ足で純正でこの音ね、やばいね。事故らないようにマジ帰ろう。ただそれだけだな今日の目標は。うわうわ、低速が怖えなマジ。あべ、ガソリン入れねえと。そういえば忘れてた、どっかで曲がりたいけどどうしよっかな。やべえ、U ターン怖え。ニュートラルは結構
すごいスコッと入ってくれるな。ウインカーがね押しにくいね。ちょっと高い位置にあるから、とりあえずガソリン入れていこうと思います。あ、持ってないです。はい。今メール返してもらったら4円引きなんですけど。あ、大丈夫です。すいません、ありがとうございます。じゃあ1円引きのチケットだけ買わしとく。ありがとうございます。内容がよろしければ確認ボタンを。3000円くらい入れとくか。ちょっとね、何を言えばいいか分かんねえ。とりあえずやばいしか出てこないんで、まあなんだろうな、とりあえず気をつけて安全に帰りたいと思います。やっぱさっきちょっとアクセル軽くひねってみたんだけど、やっぱすげえなよ。噂通りズドーンっていくね。もうね、これ甘く見るとマジで事故るような気がするから、慣れるまではマジで気をつけよう。 ADV150 は仕事用として、このデュークは遊び用として乗ろうと思ってるから、まあ遊び行くときにちょくちょく出てくると思うので、まあ、デュークも可愛がって面倒見るので、皆さんもよかったらデューク見てください。僕のカスタムもまあいずれすると思うので、まあ、まずはマフラー買いたいね。なんかオースティンレーシングとか結構海外の人たちつけてる人多いんだけど、もう、ね、買おうとしたらなんか30万くらいしたんだよ。ええー、と思って、どんだけ高いのと思って、こんなん買えるわけないやんと思って、まあ、だからまあとりあえずは安いのでいいかなと。なんかアリエクスプレスっていう中国のアマゾン的なサイトがあるんだけど、そこのアプリ使って使えばいろいろあるから、安いマフラーが、それそこでとりあえず買うかな。また動画見てください。っていうかまた絶対出てくるんで、とりあえず僕は事故らずに今生還することだけを考えてます。うまく多分喋れてないんで、この辺りに動画終わらせていようと思いますね。ではよかったらチャンネル登録、グッドボタン、Twitter、Instagram の登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。